皆様大変お待たせしました。ちょっと定刻前でございますが、始めさせていただきます。本日の会見の司会を務めさせていただきますボックスグローバルジャパンの黒田と申します。本日はご協力よろしくお願いいたします。はじめに皆様には、ご事前に、ご案内させていただいていると思いますが、本日の会見は生中継をご遠慮いただくことと、およびですね、会見の中身の報道は会見終了後にというお願いをさせていただいております。皆様のご協力に大変感謝いたします。さて本日の会見の趣旨を改めてご説明させていただきます。ジャニーズ事務所は2023年5月26日外部専門家による再発防止特別チームを組成することを公表いたしました。本日はこの特別チームの今後の調査の進め方や取り組み状況についてチームの座長より直接皆様にご説明させていただきます。それでは外部専門家による再発防止特別チームのご紹介をさせていただきます。向かって皆様より向かって左より座長の林誠弁護士でございます。続きましてお隣は精神科医の飛鳥井望医師でございます。本日は登壇していませんがもう一名チームメンバーが就任いたします。発表にも、ございましたが性暴力等の被害者支援を実践し臨床心理の研究も行っている専門家でございますが、本日欠席させていただいているのは、現在所属している組織内での手続きの関係でございます。大変申し訳ございませんが、氏名の公表も現段階では差し控えさせていただきます。ご容赦ください。それでは最初に林座長より説明をし、その後、皆様からのご質問にお答えさせていただきたいと思います。それでは林座長、よろしくお願いいたします。チームの座長を務めております林でございます。本日どうぞよろしくお願いいたします。株式会社ジャニーズ事務所は2023年の5月26日に外部専門家による再発防止特別チームを組成することを公表しました。本チームは5月29日に第1回の会合を開催し、その後資料の聴取検討またヒアリング対象者の選定などを行う、そのような活動を開始しております。本チームでございますが検事総長経験者精神科医性暴力等の被害者支援の実践を行っている臨床心理の研究者から構成されておりまして、いずれもジャニーズ事務所とはこれまで関係を一切有しておりません。本チームはジャニーズ事務所から独立した外部の第三者といたしまして、ジャニーズ事務所代表であった故ジャニー喜多川氏からの性被害を申告されている方々に寄り添って直接そのお話を伺い、またジャニーズ事務所の役職員にヒアリングを実施するなどして、ジャニーズ事務所の過去の対応にどのような問題があったのか、これを厳正に検証して、検証結果を踏まえて、ジャニーズ事務所のガバナンス上の問題に関する再発防止策を提言し、事務所に対してその実行を求めていくものでございます。なお、被害の申告の有無にかかわらず、ジャニーズ事務所に所属経験のあるすべての方への心のケアのために、ジャニーズ事務所が心のケア相談窓口を設置しております。本チームはご要望がある場合に心のケアに支障を及ばさない範囲で直接そのお話を伺うなど、所属経験者の方々のご希望に応えていきたいとも考えております。また本チームによる検証の結果および再発防止策の提言につきましては、これをジャニーズ事務所に伝えまして、再発防止策の実行を求めるとともに、それについて適切な時期および方法においてお知らせをしたいと考えております。
はい、それでは、皆様の、質疑応答に移りたいと思います。皆様へのお願いでございます。できるだけ多くの皆様からご質問を頂戴したいと思いますので、1回のご質問につき、1問とさせていただきます。ご質問されるにあたっては、挙手の上ご所属とお名前をご発言されてますか、されましてからご質問をお願いいたします。司会より指名されましたら、スタッフがマイクを、私に参りますので、マイクでの発言をお願いいたします。はい、それでは、前に、はい、どうぞ。アークタイムズの尾形と申します。林さんに伺いたいんですけれども、これ再発防止チームということですが、再発というからには何ら事実が必要だと思うんですけれども、どういう事実があったのかですね、その解明なくして再発防止という段階には進まないと思うんですが、その点、その事実はどうやって解明するのか、何の再発防止なのか、その点を聞かせていただけないでしょうか。はい、再発防止というものに対して、どこから出発するのかということでございますが、今回、ジャニー喜多川氏による性加害、性暴力、こういったものが被害が申告されているわけでございます。こういったことがこの事務所の中で起きたということを出発点として、それを前提といたしまして、これに対するその、このジャニーズ事務所の過去の対応、これについての問題点、これを厳正に検証して、その結果、それに基づいて、このようなことが起きないような再発防止策、これはジャニーズ事務所のガバナンスの問題点にも関わりますが、そういった再発防止策を提言していくということでございます。藤島ジュリー景子社長は、その性加害について認めていないんですけれども、その点はジャニーズ事務所に対して聴取したりですね、調べたりはしないんでしょうか。そこに大きい齟齬が生じていると思うんですが、今ジャニーズ事務所の性加害についてと、その再発防止とおっしゃいましたけれども、ジャニーズ事務所としてはその性加害自体を認めてないんですけれども、そこのギャップはどう埋めていくんでしょうか。ジャニーズ事務所に起きたこと、そういった性暴力のことについて、これまでどのようなジャニーズ事務所が対応してきたのか、こういったことを検証してまいります。その過程で我々は当然その過去のジャニーズ事務所の対応およびその前提となるいろんな事実関係については、これは当然私たちの特別チームの立場で検証していくわけですね。その時にそれはその事実がどのような形でなされたのか、あるいはあったのかということを認定するのは我々の特別チームにの専権であると考えておりますので、その時にそれを認めているのか認めてないかということは、それに関わらず我々が事実認定をしていくということでございます。すいません、一問でということなんで申し訳ございません。一問だということで、すいません、次に、はい、それでは3番の、あちらの真ん中の方。TBS 報道特集の村瀬と申します。喜多川氏による性加害についてはですね、1960年代から週刊誌でも報じられ、さらには裁判でもですね、週刊文春との裁判でも、判決で認められています。それにもかかわらずこういう問題が続いてきた背景にですね、この事務所側がこの組織的に、その少年たちをですね、合宿所と呼ばれるようなところに送り届けるとか、そういったその組織的な関与があったのではないかというふうに疑われる事案だと思うんですけれども、特別チームとしてはこのジャニーズ事務所の組織的な関与についてどのようにご覧になっていますか。まずどういった事実があったかというのはもちろんその前提でございますが、我々が主として今後検証していくのは、そういった事実に対してこの事務所がどのような対応をしてきたのか、
そしてそれがどのような問題があったのか、これが1点でございます。またそのような事実が仮にこう頻発していた、まあ頻発といいますか複数回行われていたとすれば、それを起こしやすいようなガバナンスの対応が、あの組織な風土でありますとか、いろんなガバナンスのあり方とか、そういったところにどんな問題があったのかといったことが、まさしく私たちが検証すべき対象だと思っています。はい、次の質問お願いします。じゃあ前の、緑の東京新聞記者でアークタイムズキャスターの望月磯子と申します。今お話林さんからお伺いしますと、まあ、検証をするということですけれど、まあ、過去40年に遡るということでかなり長期間の検証になるんじゃないか、すると検証結果の報告の目処はいつ頃を対象にしているかという点と、それからですね、一番大きいのはジャニーズ事務所だけでなくメディア側の黙殺ということが大きかったと思います。新聞テレビ通信、こういったところがなぜ黙殺せなければならなかったのか、まあ、一部では NHK さんとかテレビ朝日では、ジャニーズジュニアさんの練習場を提供していて、その場所で、北川さんがやっている行為そのものが、まあ、少年に対する、まあ、性愛的な行為もあったと。なので私たちがインタビューしている人たちの中には、ジュニアさんの中には、今テレビがきちんと報じられない、一部のメディアが報じられない、その大きな理由としてこういった事務所のやっていることを、まあ、場所を提供することで一部、まあ、当時の幹部たちが黙殺してたゆえに入り込めないんじゃないかということで、メディアに対する検証ということも考えているのかという点をお願いいたします。スケジュール、検証を得る、そして提言をする、また公表したりしていくメドというのについては、全く今、まだスケジュールは定まっておりません。その上で、そのメディアの対応において、これをどう取り上げるのかというのは、これは私たちの特別チームのミッションは、このジャニーズ事務所の対応、これにどのような問題があったのか。それに応じてこういうことがないようにするために再発防止策をどのようなものとして提言していくのか、ここにあるわけですから、直接的にそのメディアがこれまでにどのような対応をしてきたかということは、私たちの検証の対象にはなっておりません。はい、次、質問ございますでしょうか。はい、ではワイシャツの方、3列4列ですかね、3列、はい。産経新聞の小田と言います。よろしくお願いします。質問の趣旨はですね、タレントに罪はないというような認識が現在お持ちかということ、これをお二方にお伺いしたいと思います。というのはですね、先般いろんなテレビ局の社長会見でですね、性加害は許さないとしながらも、しかしタレントに罪はないと言ってですね、そして番組をずっと続けるというようなことをしているわけですね。しかし先般タレントではないですけれども、マネージャーによる性加害ということも報じられましたし、今後あるいはそのタレント感とかいうことも出てこないとも限らない、なんともわからない状況でありますけれども、今の段階でタレントに罪はないというようなご認識があるかどうか、ここをちょっとお伺いしたいと思います。その前提、今回私たちが解明しまた検証するのは、先ほどから申し上げました性暴力の事象事件がございます。それを前提にして、それに対してそれをこのジャニーズ事務所でなぜこれが起きたのか、あるいはそれに対する対応がどのような事務所側の問題があったのか、またガバナンスがどのように不十分だったのか、こういったことを検証していくわけでございます。ですから、その今回の事案にそのどちら側に罪があるのか、どちら側がこの問題があったのか、そういう観点では私たちは検証はいたしません。もちろんそれは検証していく過程で初めて分かることであって、そういう意味で今出発点としてどちらにこの白黒の問題があったのかというようなことをあえて意識はしておりません。というかですね、前提、じゃあ、扱いの方からも少し今のご意見についてお答えします。私は被害者支援に関わっている精神科医という立場からお答えですけれども、結局そういったいろいろなタレントとスタッフ、あるいは
スタッフ間、タレント間でのいろいろなおそらく性加害行為の問題というのも、これだけの歴史と組織規模のある事務所ですので、いろいろ出てくる可能性はあると思うんですけども、そこに何かこう共通しているようなその性加害に対する甘さのようなこう組織風土といったようなものがありましたら、それ当然このチームとして検討してですね、必要な防止策を考えていくべきであろうと考えております。それから今回の事態はですね、通常の性加害に加えてその加害者と被害者との関係の特殊性ということがご指摘のようにあると思います。でもちろんそのタレントとして夢や希望を持ってそれを叶えたいという思いがあって、で、それから指導者であるジャニー氏への思いもあります。で一方でそういう中でこの性加害行為を耐え忍ばなければならないといったような状況がありまして、それは当然少年たちに心の葛藤を生じたと思うんですね。だから当然それについては全く被害者である少年たちに責任はありません。そういう状況を生み出したということが問題なんでありまして、それに対して、検討し、またそういうふうにならないような予防策というものを考えていくべきだろうと考えております。はい、続きましてご質問ございましたら岸野。4番の左の方、はい、すいません、よろしくお願いします。TBS テレビ N スタの南波と申します。よろしくお願いいたします。いただいた資料にはですね、性被害を申告されている方々に寄り添ってお話を伺うということと、ジャニーズ事務所の役職員にヒアリングを実施するということも書かれています。今回事実認定の調査を行うにあたって、申告をしている過去のタレントのみに限っての調査を行うのか、あるいは実際に今回申告をしていないタレントの中にも被害者がいる可能性もあると思うんですけれども、どれぐらいの規模で、実態の解明の調査を行うのか、言える範囲でお願いできたらと思います。先ほど申し上げましたが、私たちチームは過去の加害行為の、存在を前提として、そしてそのジャニーズ事務所の過去の対応にどのような問題があったか、これを厳正に検証すると、こういうことを考えております。一方でその過去の加害行為すべてについてですね、まだ明らかになっていないものを網羅的にその有無詳細を調査すること、それ自体は目的とはしておりません。一方でですね、もちろんその我々が再発防止を提言していくためにはですね、やはりその場合にその事務所がどのように対応したのか、そういった事実、性暴力がどのような状況で起きたのか、こういったことは当然把握した上で再発防止策を考えていかなくてはいけないわけですので、私たちとしてはもちろんこの現在被害を自主的に進行されておられる方で、できればご協力をいただいて、ご協力がいただける場合にはその方の心理的な負担を十分に考慮した上で、その方々のお話をぜひ聞かせていただきたいと、私たちはそのように考えております。一方でこのことはチーム内でも協議したわけでございますが、被害の有無にかかわらずですね、この件について話すこと自体が心理的に大きな負担を与えることだとは考えておりますので、そのためその被害を自主的に申告されている方、あるいはこの件についてこれから自主的にお話ししたいと考えている方以外に、すべからくその所属経験のある方々に、すべからくその被害の有無などを、こちらから聞くと、聴取するということは、それ自体はがその対象者の心理的な負担でありますとか風評被害、こういったものを招きかねませんので、そのようなやり方は適切ではないと考えております。いずれにしましても、この被害を申告されている方で協力をいただけている方は、ぜひとも私たちは自分たちの目と耳で直接お話を伺って、今後の再発防止策の検討にするようにしたいと、このようには考えております。ちょっと先生、私も
全く同じ考えでありまして、まあ、被害者支援に携わる立場からもですね、この性被害というものはそのプライバシーを保護すれば調査していいんじゃないかというのをお考えの方もおられるかと思うかもしれませんけれども、その調査のされるということ自体が大変な心理的な負担になって傷口を広げてしまうということがまあまああります。したがってまずそういったような傷口を広げてしまうような調査方針というものは、まあ、すべきでないだろうというように考えております。ただですね、じゃあそれでは本当に全容解明できるのかといったような、懸念をお持ちになるかもしれませんが、これはいろいろお話を伺っていく中でやはりこの点についてはもう少し掘り下げた方がいいといったような問題がありましたら、それはそのことについてお話しいただける方にこれはもう本当に丁寧に説明をしてその理由を説明して、ご協力いただけるかどうかを、まあ、打診するということになるかと思います。私自身も網羅的な調査ということはこの場合適切ではないと考えております。はい、続きましてじゃあ1番の女性の方、はい、ジャパンタイムズの大竹と申します。先ほどそのメディアの対応について、長年の対応についてこの再発防止チームが調査することを考えてないということだったんですけれども、一方でやっぱり事務所 の, そのこれ長年 の, そのメディアとの付き合い方というものが再編すごいコントロールメディアコントロールというものがその大きな、まあ、問題 の, その解決を こう妨げてきたという面も考えると、そういった組織風土 を考えるという意味ではメディアへ の, その対応の仕方というのも調査の対応に対象になってくるのかどうかというあたりをお聞かせください。この問題に対するジャニーズ事務所の対応の問題点以下、これを検証するというわけでございますので、そのジャニーズ事務所の対応の中にを検証していく過程においてはそういったことも視野に入ってくる可能性はあると思います。私申し上げたのは先ほどメディアの対応にいかなる問題があったか、こういったことは私たち の, 特別チームの目的ではないわけでございますので、そのように申し上げました。はい、では5列目ですかね、女性の方、はい、AP の影山ですけれども、これから賠償請求する人も出てくると思うんですけれども、それに対して林さんはどう考えられますか。それからこの資料の中ではあなたたちは大変インディペンデントだということを象徴されてますけれども、それぞれ報酬はやっぱりジャニーズからもらってるんでしょうか。最初の質問は何だったっけね、この特別チームは基本的に例えばこういったものが作られたときに、その事案あるいはその事案に対する損害賠償も含むですね、法的な責任を認定するチームではございません。そういった意味で損害賠償がどのようなものであるべきか、それを我々はそれを目的として検証することは行いません。もう一つは報酬の点はこれはジャニーズ事務所が設置したものでございますので、すべからくいわゆるいろんな調査委員会第三者委員会もそういった設置した側から報酬をいただくと、こういう形にはなっております。はい、続きまして一番後ろの男性の方、ちょっとください、マスクつけられている方、女性の、はい、毎日新聞の伊藤と申します。1点お伺いしますが、第1回の会合の時に資料の徴求検討を行われたということですが、具体的にはどのような資料を請求されているのか、その期間と内容と量についてお伺いします。
現在の調査の具体的な個別の内容については今回ここでお話しすることは控えさせていただきたいと思います。はい、続きましてでは、3番の、はい、手前の、はい、ジャーナリストの松谷です。今回その再発防止特別チームという名前になってますけれども、なぜ第三者委員会を設置しないのでしょうか。また、二次弁連の第三者委員会のですね、ガイドラインと、今回の再発防止特別チームはどのように違うのかということについてお話しいただけますでしょうか。今回私たちは外部の独立した有識者これから構成されておりまして、独立した形でその調査点検を行いますので、私たちはこの第三者委員会であると受け取ってもらっても私は差し支えないと思っています。一方でそのでは第三者委員会という名前を何でつけてないのか、まあこれにつきましては私はその点についてはこの第三者委員会、いわゆる過去にもいろんな形で第三者委員会というのは作られてきましたが、必ずしも第三者委員会は第三者委員会という名乗る必要はないと思っております。たまたま今回この特別チーム、これは正式に言えば外部専門家による再発防止特別チームという形に名前になりましたが、これはジャニーズ事務所側が設定した名前でございます。ただそれを受ける私たちにとりましても、実際に活動内容を端的に表している内容だと思いますので、この名称で名乗るということは問題はないかなと思っています。そうしますと、じゃあ日弁連の第三者委員会の日弁連のガイドラインとの関係はどのように考えるのかということでございますが、日弁連のガイドライン、あるいはこういった調査したりいろいろな第三者委員会のベストプラクティス、こういったものをモデル化して掲げてあるのがガイドラインだと思っています。私たちはまさにそのベストプラクティスである日本弁護士会のガイドライン、これを踏まえて今後活動していきたいと、このように考えております。はい、続きまして、じゃあ男性、青いシャツの男性、前の2列ですね。はい、朝日新聞の後藤です。お聞きしたいのはですね、この調査がいつまでかっていうのは分からないというふうにおっしゃってましたけれども、これを、中間報告とかがあるのか、それ結果が出たときに どのぐらいですね、もちろんその固有名詞とか我々は別に望んでないというかあれですけれども、かなり詳細にそのどういうふうに、メディアに対して誰がどういうふうに言ったとか、職員のヒアリングとかですね含めて、明らかにしていただきたいなと思うんですけど、どの程度まで、調査を公表されるのか、そして中間報告等はあるのかという、方針をお聞かせください。もちろんスケジュール等は考えまだ定まっておりませんし、その中間報告というのが必要かどうかすべきかどうか、これもまだ検討しておりません。そして最終的にその当然私たちはこう私たちの検証結果あるいは 再発防止策の提言内容については皆様にお知らせしたいとこう思っておりますが、その範囲どのようにするかということも現在のところは全く今後検討していきたいと、調査をしておき検証をしていく過程の中で、徐々に決めていきたいとこう考えております。では2番の真ん中の、方ですね。はい、朝日新聞の滝沢と申します。いただいたペーパーだと、今回のチームの方はいずれもジャニーズ事務所とはこれまで関係がないということで、それは第三者委員会という意味でもすごく重要なことだと思うんですけれども、今回まあこういったお話を、お引き受けになった経緯、可能な範囲で教えていただきたいのと、まあ、それと関連するんですけども、経営陣含めて関係者の協力が必要不可欠だと思いますけれども、今まで面識がない中でどういった形でそのあたり進めていかれるのか、お聞かせいただければと思います。
はい、私は、まあ、この再発防止特別チームの就任は、まあ、5月14日のリリースが最初にありましたが、そこからしばらく経ってから弁護士の方を介してその打診を受けたわけでございます。まあ、この、まあ、メンバーへの就任を受けた、まあ、私なりの理由というものを言われれば、まあ、今回私はこういった問題、非常に深刻な問題だなと、こうそれまでのテレビとかいろんな方メディアでのこの事実が明らかになってからそのように感じておりましたが、やはりこういった深刻な問題二度と起きないように体制を作るためにガバナンスの改善を行ってくれと、まあ、こういった提言を作ってほしいというふうに言われましたものですから、やはりそのことの社会的な意義を考えれば、まあ、私が、まあ、誰かを紹介するんじゃなくて私自身がこれを引き受けようと、まあ、このように考えた次第でございます。私も5月14日のリリースの後に弁護士さんを通して打診を受けたんですけれども、お話伺って私が被害者支援都民センターというところの理事長をしておりますので、まあ、そういう関係でご依頼があったんだと思います。でお話を伺ってですね、確かにこの問題はまあガバナンスの改善ということを考える上でこれどうしてもこの被害者支援ですとか被害者の心の回復ということとはもう不可欠なテーマですので、まあ、私がお引き受けすべき役割であろうというふうに考えました。現役幹部への引き取りをどのようにするかということですね。当然今回ガバナンスの問題点こういったものをあるいは対応の問題点を検証するわけでございますが、この現役の幹部また幹部のみならずその周辺の人たちに対する聞き取りヒアリングというのは、今回の活動の必須のものだと思っております。はい、前野です。はい、新聞の赤旗日曜版の板倉と申します。先ほど林さんの方から深刻な問題とご自身も考えられたということでした。その深刻さの中身についてどのようなふうにお感じになったのかということをお聞きできればと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、私は、まあ、これまでの自分 のキャリア仕事の中でも認識していたことはですね、この性暴力というのは一般にその例えばその経済的とか社会的な地位に基づく影響力が、まあ、あってこれが影響力に乗じてですね、それが特に立場の弱いものあるいは特に年少のものこういったものに対して起こりやすいというこういう認識を、まあ、持っておりました。その中でやはり今回のこのジャニーズ事務所の事案というのはやはりそういった範疇に入る非常に深刻な問題だろうとこのように考えまして、こういった性犯罪のこの性暴力すいません性犯罪と言ってはいけませんね、また性暴力についてのですね、性あるいは性加害についてのこの問題についてこれがどのようにその再発を防止していくのかというこのことを提言するという使命は非常にその深刻な事案を二度と起こさないようにするための提言というのは社会的に非常に意義があるなとこのように考えて引き受けた次第でございます。私も同じように感じておりまして、今ご質問にありましたようにその立場の強い者がその立場を利用して立場の弱い者に性加害行為を繰り返すと、それがその否認と沈黙によってこう露見されないまま長く続いてそれによっての被害者の数が増大するといったようなこれ大変な深刻な問題ありまして、日本だけではなくて海外でも
ハリウッドでも、メトロポリタン歌劇場でも BBC でもあった案件で、やはりその防ぐのがなかなか難しい問題なんだと思います。ただそれがその勇気ある方の証言ですとか、それから報道機関のスクープですとか、あるいは捜査機関が動くとか、そういうことを待たなければどうしようもないのかといったようなになってしまいますので、そうではなくて、やはりまずそのガバナンスの改善によってそういうものをどうやって防いでいけるかということが、まさにこのチームで考えていかなければならないことだと思います。一番後ろの、はい、毎日放送、大吉と申します。よろしくお願いいたします。ジャニーズ事務所を去っていったタレントたちではなくて、現役で今事務所に所属しているタレントさんたちへの聞き取りというのは、これ事務所の大きな協力がないと非常に難しいと思うんですが、これは具体的に例えば書面でアンケートを取るであったり、もしくは先生方が直接タレントさんと面談をしてヒアリングをするであったり、何か予定というのはあるんでしょうか。現役タレントへのヒアリング調査というのはどう行っていかれるご予定でしょうか。先ほど申し上げましたように、まず被害を申告されている方、こういった方々に対してはなるべく直接私たちはお話を伺いたいと、こう思っております。その過程でそれが、現役のタレントの方がいるかいらないかというのは、今後状況に応じて変わってくると思いますので、その方がもし現役のタレントの方が出てきた場合には、当然非常にアプローチの仕方は慎重にしなくちゃいけないと思います。慎重に配慮した形でのアプローチをしなくちゃいけないと思っていますが、そのような方法をチームの中で、よく検討して、ぜひともアプローチしていきたいなと思っております。一方でそのアンケートを取るとか、そういう形では、これは先ほどちょっと申し上げましたが、網羅的に今まで顕在化していないのを発掘する、網羅的に有無かないかを、それを確定するというのが私たちのミッションではありませんので、少なくともこういったことがもうすでに、一件ならず複数回起きているという、そういう所有、それを事実を所有の前提として、それをどのように防ぐのか、こういったことを主眼に検証していきたいと思っておりますので、網羅的にあらゆる所属タレントに対して調査を発するというようなやり方は現在考えてはおりません。これも先ほどご説明した通りですけれども、被害者の方の心に寄り添うという点も、その繰り返しますけれども、いくらプライバシーを保護しても、その調査の対象になるということだけで大きな精神的な負担になります。特に性被害の問題はそういう問題がありますので、現役の方であろうと OB の方であろうと、網羅的になんかアンケート調査をしたりとかですね、電話調査したりとか、あるいは調査のためのホームページ立ち上げるとか、そういったようなことは一切考えておりません。じゃあ、前の女性の左か、はい、すみません。ニューズウィークに本番の大橋と申します。これまで、藤島社長とか、広報の方とか記者会見されてないんですけれども、こちらの再発防止特別チームが先に、記者会見するのはなぜですかっていうのと、今回の会見について、藤島社長とはどのようなお話をされているか、分かる範囲で教えてください。その藤島社長と今回の会見にあたって全く何の話も当然しておりません。それからその社長が、我々がこういう記者会見をしたということに対して、一方で社長は記者会見をしていない、これについてどう考えるかということについては、それ自体はその社長、現時点で社長が記者会見をしていること、あるいはしていないこと、また行うべきじゃないか、そういった求めに対しては、それはやはりジャニーズ事務所側で考えるべきことであって、私たち特別チームとしてコメントをする立場にはないと思っております。あの
今座長が言われた通りでありまして、それはまあジャニーズ事務所側で考えていただくことなんですけども、ただですね、いずれ私どもで再発防止に向けた提言をさせていただいたときにはですね、それをジャニーズ事務所の代表者としてどのように受け止めて実行に移されていくかにつきましては、お考えを明らかにしていただけるものと考えております。では3番の男性の方。TBS 報道特集の村瀬と申します。再発防止のための特別チームだということなんですけれども、そのためにはどこに責任があったのかというのは明らかにしないといけないと思うんですけれども、こちらの特別チームとしては現経営陣の責任の有無について明らかにするお考えはありますか。それとですね、特にジャニーズ事務所のようにこの未成年のタレントを抱えている事務所の幹部たちはですね、通常の事務所の幹部とは違ってその未成年タレントたちの安全を確保するっていう、より大きな責任があると思うんですけれども、一般論としてジャニーズ事務所の幹部たちがどのような責任を負っていたとお考えかをお聞かせ願いますか。ジャニーズ事務所の、責任、監督に幹部の責任、これは責任という言葉は厳密に使えば私たちは法的な責任を認定するチームではございません。だから責任というのを問題点だというふうに置き換えて今のご質問に答えるとすれば、当然その今回の検証の対象にこのジャニーズ事務所の幹部の問題点というものは、当然それは検証の中の一番重要な検証事項の一つだと考えております。真ん中の女性の方。皆さん一つの質問でお願いしますね。 TBS の小松と申します。6月9日にジャニーズ事務所側が出したリリースに、この本チームがその以前所属していたとされる人物の性加害に関する記事について、この問題も含めて調査していく旨をお聞きしていますと書いてあるんですけれども、ジャニー喜多川氏からだけでなく、その以前に所属していたとされる人物、つまりマネージャーからの性加害についても調査していくということでしょうか。具体的にその当該その事実についてそのマネージャーを調査するのかということについては今後を考えていくことだと思います。ただ私は例えば当初このジャニー喜多川氏による性暴力、この事実に対するこの再発防止を考える特別チームであったわけですけれども、一方でそれがジャニー喜多川氏でなくてその他のスタッフだったりマネージャーだったりした場合に、これを全く度外視できるのかといったら、それはやはりこのジャニーズ事務所のこれまでのガバナンス対応に問題があったかどうかという私たちの検証目的からすれば、当然そのあたりのそれは別の人によることの性暴力についてはどうか検証から調査しないのか、検証の対象から外すのかと言われば全くそういうことではないと考えております。先ほどもコメントしましたけども、やはり事務所としてこれだけの歴史とそれから組織規模ですので、おそらくいろいろなセクハラ行為といったようなものが散見されるということがあったとしても不思議ではないと思います。ただその散発的な事案ということを超えてですね、これが何かこうそういったような性加害に対して甘いような組織風土、それを許してしまうような問題があったかどうかということについては、まさにこのチームが、検討すべき問題だというふうに感じております。では、手前の男性の方。はい、
すいません、新聞赤旗の大塚と申します。飛鳥井先生に伺いたいんですけれども、今回のチームの活動によって子ども期にその性暴力を受けた被害者の方にとって、どのような、このチームの活動がこう進んでいくのことでこう回復にこう役立つのかということをこう専門家の目から見てどういうふうな感じになっているかというのを伺いたいと思うんですが。とても大事な点でありまして、私自身もこの件につきましては、その単にジャニーズ事務所の信用回復とだけではなくて、その被害者の心の回復とジャニーズ事務所の信用回復というのはこれ表裏一体だと思っております。で、被害者の心を置き去りにしたままで信用回復というのはありえません。という意味で被害者の心の動きということを我々自身も把握していくことがとても大事でありまして、それだからこそおそらく私の役割というものもあるんだと思います。ただご指摘のように、いわゆるその性被害によるいろんな心理的な後遺症、深刻なものがこれまでも報告されております。これは女性だけではなくて男性の被害者でも共通するものであります。といったようなこれまでの性被害と共通する部分と、その先ほど言いましたようにその心の葛藤といいますかね、自分のタレントとしての夢や希望を叶えたい、それから、ジャニー氏に対する指導者に対する思いというものがあって、それプラスその中で自分が性加害行為に耐えなきゃいけないという、そういったような心の葛藤がありまして、それは今回の事案の特徴の一つだと思うんですね。だからそういうことも含めて、実際にいろいろなその時のお気持ちなども伺うことによって、どういったようなことが今後被害者の方の回復に役立つのかといったようなことをまた明らかにしていけると思います。ただですね、おそらくご本人自身、そういうことがあったけども、もうご自分の中でいろいろもうすでに整理をつけて心の引き出しにしまっておられる方もおられますし、まだまだとてもそのことは自分で整理がつかないと、いろいろまだ悩んでおられる方も、これはもう本当に被害者はお一人お一人で様々だと思います。こうだというふうに一律では述べられないということがございまして、本当にお一人お一人様々だと思います。では、後ろの男性の真ん中の、はい、フライデーの中尾と申します。先ほどジュリー社長が会見をされてないことに関して、それは我々チームが立つする領域ではないというふうにおっしゃってたんですが、ただ今回みたいな性加害みたいなすごい深刻な問題が浮上してきたときに、その現社長が会見とかを行わず、一部声で雲隠れとか逃げ回ってるとかいう声も出ている中で、この社長が表に出て自分の言葉で説明しない、記者会見を開かないということも一つのガバナンスの問題に踏み込まれるのかなとは思うんですが、その上でも現社長の行動とか振る舞いについてはタッチしないということでよろしいでしょうか。現時点でこの社長が記者会見をしていないこと、これについてどう考えるかというのは、私は明らかにそれはジャニーズ事務所が考えることであって、私たちはそれにコメントする立場にはないと、こう考えております。ただ今のご質問の中で、やはりそのいろんな起きている事象に対してどのようなガバナンスをするかというときには、どのような説明責任を果たすのか、果たすべきなのかということは当然その検証の対象では当たりますから、今後やはりそういったこういう対応をすべきであったというような形での説明責任のあり方について我々が提言することは、それはあり得るかとは思いますけれども、現時点で社長が記者会見を行っていないことについてどのように考えますかと言われれば、それは全てジャニーズ事務所において決められることだと、私たちとしてはそう考えております。一番後ろの女性の青い服の、はい、すいません、 TBS ニュース23の柏田と申します。
事実認定の関係でお聞きしたいんですけれども、今回ジャニー喜多川さん自身が死亡しているという状況の中でヒアリングを行っていくということですけれども、初めに社長が事実を知らなかったという表明をしてしまっている中で、こうスタッフ含め、まあ、事務所の関係者の方に証言を求めていくっていうのは非常に難しいのではないかと思うんですけれども、十分な事実認定がこういう状況でできると思っていらっしゃいますでしょうか。またどのようにやることが重要だと考えてますでしょうか。まずその事実認定とやりましたが、当然はある程度の事実認定をした上で再発防止策を考えるわけですが、基本的に私どもはこのまずはその詳細、事案の詳細は置いといてもですね、こういったジャニー喜多川氏の性暴力があったということは所与の前提として、まずそれについてどのようなそのジャニーズ事務所がガバナンス対応してきたのか、どういう問題があったのか、またそのような事実が起きた背景、組織風土にはどのようなものがあったのか、こういったことを今後検証して提言をしていくことになります。そういった意味で当然その事実認定というものは、普通の場合その責任を追及する場合の事実認定であれば、はっきりとした証拠が収集できなければそれは事実は認定できないということになりますが、我々はそういったことを事実認定すること自体を目的としているわけではございませんので、まあ、今後ヒアリングをしていく過程の中でさまざまな障害があるかもしれませんが、そこは少なくとも私どもは乗り越えつつ、かつその最終的には事実認定というものは我々の専権でございますので、そういった形でその自分たちが認定できる事実を前提として再発防止策を提言をまとめて、それを事務所側に実行を求めていくと、こういうスタンスでございます。それでは2人の女性の方前、はい、1番ですね、はい。週刊文春の西山です。林真弁護士はですね、ジャニーズ事務所の、矢田次男弁護士と東京特捜部 の、 先輩後輩の関係でいらっしゃるという報道がありますが、これについては事実でしょうか。先ほどある弁護士から紹介を受けたというふうにおっしゃってましたけれども、それは矢田弁護士のことで間違いないでしょうか。その上でそういった先輩後輩の関係にある方が今回の特別チーム の、 座長になられたということで、公平性独立性がちゃんとあるのかという指摘もありますが、この点についてコメントお願いします。まず先ほど弁護士の方をお返してと言いましたが、その弁護士の方っていうのは矢田弁護士ではございません、はい、全く違います。それから矢田弁護士はそうですね、どうでしょう、以前だいぶ前まで検事をされてまして、当時私と同じ部署で仕事をしていた先輩後輩でございますが、それはもうどうでしょう、年だから、およそ30年以上前のことでございます。その山田弁護士、検事が弁護士になってから、もちろん全く交際があったわけなかったわけではございませんが、私はその間山田弁護士がジャニーズ事務所とどのような関係にあるかということも全く承知しておりません。その上で今回私にそのジャニーズ事務所、今回私にその就任を打診してきた弁護士は、この方はこれはジャニーズ事務所が今回のことでこういった特別チームを立ち上げるにあたって、複数の有識者の人あるいは弁護士の人にどの人がいいだろうかという人選を相談されたんだそうです。その相談を受けた人がその弁護士の人であって、その一人が弁護士であって、その人が私に打診してきたものでありまして、全くその、
矢田その弁護士が、今回の人選には関わって、少なくとも私に遠藤との関係で関わっていないと思いますし、実際に今矢田弁護士がこのジャニーズ事務所の案件を弁護士としてどのような範囲でどんな弁護士としてこの、活動されているのかというのは私は全く知る由もありません。同じ質問ですか。はい、あ、いや、2つ目の質問で、一人一つですいません。あ、いや、あの先ほどの質問で、あのそういった指摘があるということについてどう思われてますでしょうか。はいはい、指摘に関して、はい、うん、全く私はあの、なんでそんな指摘をされるんだろうというふうに思っております。あのそんな矢田事務所、矢田弁護士と そんなに最近までそんなにこの交際はございませんし、ですから、今回のことで矢田事務所、昔先輩後輩の部下だったものが、しかも先輩は矢田事務所と何らかの仕事をしていた、それだけのことで今回私がこの座長に就任したことがその独立性でありますとか、そういったことを全くこの疑問視されるような事実は全くないだろうと、このように思っております。はい、じゃあ4番の、紫の服、4番の列ですね。はい、朝日新聞の大久保と言います。あの網羅的に調査をするつもりはないということをお伺いしました。確かに被害者の方にお話を聞く、あるいは思い出させるということがかなり負担になるということは重々承知をしているんですけども、あの申告されている方なら、あるいは、相談窓口を設置していますというご説明を聞いていると非常に消極的に感じます。あのこれまで申告されている方の中にも、まあまあ、セカンドレイプに当たるので私どもその数など報道しておりませんが、数百人いると思うというような発言も出てきています。そういったことについて、例えば数人の被害と何百人という被害ではやはりかなり違うと思うんですね、組織としての責任も含めてですけども、そういった点はどのようにお考えでいらっしゃいますか。少なくとも今申告されている方の中に数百人という声を、数百人はいたんじゃないかというようなことをおっしゃっている方複数人いらっしゃるので、すごく消極的に見えるんですけども、苦労は十分分かりながら質問させていただいております。あの私たちはやはりまずはその網羅的にその今まで事実を発掘すると、これ自体が私たちの設置も目的ではないと思っています。一方ででも先ほど申し上げたように事実があったことを前提としてこのガバナンスの問題、これについて再発防止策を考えると、そういった意味ではあの事実、むしろ積極的に厳正にあの事務所に対してはそういったヒアリング検証を行って積極的に提言したいと考えております。あの先ほど来のご説明を、まあ、いろいろしていただきましたけども、あの私も繰り返しますが、それは網羅的調査はいろいろあの被害者の方にとってとって負担だろうということで賛成できないという立場はそれは変わりません。で一方で今のご質問、それでは本当に全容解明に至るのかといったような内容だと思うんですけれども、あの今回の事案、おそらく加害者と被害者との関係性、それから、性加害としての行為類型はおそらくもほぼ共通しているということですね。それからあのご質問にありましたように複数の被害者の 方の、申し立てによって、まあ、被害者の数は相当数に上るだろうということも確かなんだろうと、この3点についてはおそらく確かなんだろうと思います。ただそういったような事実を認識した上で、再発防止対策というのはこれはもう検討
進めることができると思うんですが、しかしそれで本当に 100% 問題を把握できているか漏れてないかといったようなことは実際にあると思いますけれども、これはまあ、網羅的調査ということでなくてもいろんな過程でそれはここのところはやはりもう少し掘り下げるべきだといったような、つまり被害者と加害者被害者の関係性ですとか、故意類型とかでこう質的に違う問題がどうもありそうだという時についてはさらにその事情を丁寧に説明して、改めて掘り下げていくといったような対応は可能だと思います。はい、では、5列の真ん中の女性ですね、はい、青い、はい、青い。朝日新聞の島崎と申します。本日ありがとうございます。先ほどこういった、事実認定をするのは我々チームの仕事だというふうにおっしゃいましたが、そして、事実認定といいますか、そういった性暴力があったことについては前提として調べていくというふうに言われましたけれども、ちょっと重ねてになるんですが、その事務所側としては事実を認定していない状況にあると思います。これからいろんなお話を聞かれて、やはりこれが確からしいというか事実としてあるということを再度認識された際に、事務所側に対してやっぱりその事実として認めてほしいといったことを提案されるおつもりは全くないんでしょうか。そのことも可能性としてあるのか、その部分を教えてください。再発防止策を提言するにあたっての前提となる事実認定というのは私たちが先見で行えるものだとこう考えております。そのだから検証の結果、基本的にこういった事実があったであろうとこのように私たちが考えたといたします。その時にもその時点でその事務所側がその事実を認めるのか認めないのか、これはどんなような事態になるか私は分かりませんが、仮にその時に事務所側が認めなかったといたしましても、そのことによって私たちの事実認定が左右されるものではないわけですので、それを前提として私たちは再発防止策をまとめてそれを事務所側に提言いたします。そういった職責は確実に果たしていきたいとこう思っております。その上でその提言を事務所側が受け入れて実行に移すのかどうか、当然受け入れていただくことを私たちは期待しますが、それは基本的には事務所サイドの判断になっていくと思います。見えないんですけど手前の、はい、はい、すみません、読売テレビミヤネ屋の西村と申します。事務所が設置されています心のケア相談窓口と、再発防止、特別チームとの、役割についてお伺いしたいと思いますが、先ほど飛鳥さんが今回は、事務所の信頼回復だけではなく、もちろん被害者の方の心の回復と表裏一体だというふうなお話をされました。そしてこの、いただいたペーパーの中に、心の相談窓口の設置の、被害者の方ですね、からも、ご要望お話を伺っていきたいというふうなお話ありましたけれども、この役は具体的に再発防止このチームと事務所が設置している心のケア相談窓口との連携といいますか、どのような連携をなさるのか、お話を聞く際には、両方のチームがお話を伺うのか、それとも、また別々の策があるのかと、お伺いできたらと、またすでにもう連携を図ってチームとして被害者の方からお話をされた事例があるかについてもお伺いできたらと思います。2つの窓口といいますか、心の相談窓口と我々のチームがあるんですが、この2つは連携はしておりません。心の相談窓口はあくまでもプライバシー保護ということがありますので、そこに来たら自動的に私どものチームとつながるとかそういうことはありません。これももうきちんと非常に厳しく、そこは区切っております。でただですね、
アナウンスしたように、もしも心の相談窓口を訪れた方で、やはりその再発防止に向けた思いというものがあって、それはぜひその生かしてほしいといったようなお話があったときに、改めてこれも非常に慎重につなげてもらうことになるんですけども、私どもの方のチームに何らかの形でつなげていただくということを考えております。はなから両方のチームが一緒になって動くとか、そういうことは一切ありません。1番、はい、読売新聞の鶴田と申します。再発防止特別チームの再発という言葉の定義についてお伺いしたいと思います。この問題、ジャニー氏が、死去している以上ですね、ちょっとマネージャーの方の加害の報道も出てきますので問題が複雑化しているんですが、基本的にはジャニー氏が亡くなっている以上は放置しても再発は起こり得ないという考え方もできると思うんですけども、このチームの方々は再発というのをどういうふうに定義していらっしゃるんでしょうか。この再発というのは個々の性暴力、これの再発だけにとどまるものではありません。例えばこの性暴力が起きた、しかも複数起きた、こういったことがを前提にしたときに、今後またジャニーズ事務所でこの行為者はジャニー喜多川氏でなくてもですね、そうじゃない方であったとしても、こういったことが、性暴力がこのジャニーズ事務所の中で起きていくということを、これを防ぐという意味を持っております。もう一つは、そのこの再発というのは、もしその過去のこのジャニー喜多川氏の性暴力をめぐって、それに対するジャニーズ事務所の対応の問題点、あるいはそういうものを、複数回この発生させてしまっているような組織の問題点というものがあったとするならば、そういったその問題ある対応を起こさないようにするためのガバナンスの改善、こういったものを提言するというのが目的でございます。ですからこの再発というのは、個々の性暴力は入っておりますが、それにとどまるものではなくて、そういったもう生じてしまった性暴力というものについて、それについて全くその対応ができてなかった、こういった問題ある対応を二度と繰り返さないという意味での再発、そういった捉え方の再発を考えて、再発ということを捉えて、それに対する提言を行っていきたいと考えております。よろしい、ちょっと追加のコメントで、今のご質問ですけれども、私どもの役割は、一般的な社会組織の中でセクハラ行為を防止しましょうと、その対策を考えましょうということだけではなくて、先ほど申し上げましたように、強い立場の者がその立場を利用して弱い立場の者に加害行為を続けると、それが否認と沈黙によって長く表に出ずに、その間に被害者が増えてしまう、こういったような事態、非常に取り組みとしてはいろいろなハードル高い問題があるんですけども、それをどうやって食い止めるか、仮にその勇気ある証言ですとか、マスコミの報道の、スクープですとか、あるいは捜査機関が動くとか、そういうことをこう待たないと防げないという状況ではなくて、なんとかそのガバナンスの改善でそういうことを未然に防ぐ、あるいは早い段階で防ぐためのあり方、防止策とはどういうものかということを、提案していく役割だと考えております。はい、じゃあ3番の真ん中の白いシャツの、はい、はい、たびたびすみません、産経新聞だと申します。再発防止ということですけれども、そもそもその謙虚に勝る防犯なしという言葉もありますけれどもね、今回の分、その強制わいせつとか、もう非申告罪でにもなって、なおかつそのあるいは時効が成立していないものというのも出てこようかと思います。そういう時にですね、その検挙に向けて捜査機関の情報提供はするのか、それともあえてそのミッションではないということでしないのかという、そのところのアプローチをどうされるかということを伺いたいと思います。
犯罪捜査とか、まあ、それにつながる刑事手続きの問題に対して我々がその関与していくということは考えておりません。それは私たちの与えられたミッションということとはまた別の話であろうと思っています。じゃあ前の緑の、はい、はい、あ、東京望月です。このちょっと心配なのがですね、日本議さんとか橋田さんとかお話被害のに受けたという方のお話を聞きますと、今まで全くジャニーズ事務所側が記者会見をしていないことを含めて、この外部窓口というのが信頼に値するのかと、今日のお話ですと林さん含め、全く独立した第三者機関的な調査をすると言っているんですが、これとまた別に窓口機関設置となると、果たしてこの窓口が適切なものなのか、情報を相談したらその話がすべてジャニーズ事務所側に筒抜けになって、まあ、違う形で利用されるんじゃないかと。日本議さんなんかは あれだけ前に出て告発されてますけれど、今そういう状況の中で外部窓口相談にする気になれないというお話してました。林さんやお二人から見てですね、この外部相談窓口というのはどういうふうに見えるか、ここもそのジャニーズ事務所とはまさに独立した形でやっているということが、もしお二人がそう思うのであれば、まあ、しっかりこう被害者まだ声に出せない方たくさんいると思うので、こう、まあ、アピールという言い方なんですけど、発信していただきたいんですが、お二人から見てですね、この外部相談窓口がどう見えるかという点と、あと申し訳ないです、この第三者チーム作ったということですけれど、まあ、名前などはこれ明らかにされてません。お二人以外の方々のお名前一切出さないということなのか、何人ぐらいのチームでやるのかというところまで言える体制でいいんですが、教えていただきたいんですが。心の相談窓口に対して私たちがどのように考えているかというのは、私たちはこれはある意味その全くジャニーズ事務所から独立して、その専門家が相手の被害者申告されてくる来られる被害を受けた方に対して寄り添うために作られたものであると考えておりますから、まあ、そのことに対してややまだ周知がなされてないということであれば、それはやはりそれはジャニーズ事務所において考えていくべき問題だと私は思っています。もちろんその今申告されている方の中で、私たちはそういった方々にはできる限り直接お話を伺っていきたいと思ってますから、そういった方々が直接私たちのチームに対する考え方も当然お聞きしますし、一方できっと心のケア相談窓口に対して自分たちはこのように考えているんだというようなことも私たちはお聞きできる話だと思いますけれども、まあ、そういったことで、心の相談系窓口がもっとどのような点を改善したらいいかというのは、少なくとも私たちのミッションではありませんけれども、まあ、今後そういったところでの意見などは聞く立場にはあると思いますから、そこは何らか適切に対応していきたいとは思っています。一方で、それとチームの全容、チームというのは私たちのチームですか。私たちのチームはこの3人でございます。はい、3人でございますので、別にその、他にチームのメンバーがいるわけではございません。そうです、この最初に司会から紹介がありました、私の紹介、それから飛鳥先生の紹介、そしてもう一人この実際に性暴力等の被害者支援の実践を行っている臨床心理の研究者、この方は女性でありますけれども、この方これで3名でございます。その方は本日の時点では所属組織のまあ、この承認手続きが遅れてますものですから、ここには出ておりませんけれども、もう一人はその方でございます。はい、
もちろん今この3人で当然もう活動開始しておりますので、この3人でやっていくつもりであります。もちろんこの後このもしいろんなこれでは人数が足りないということになっていけば、その時点でまたメンバーの追加とかそういうことは考える可能性はございますが、現時点ではこの3人でやっていこうと考えております。はい、次の質問お願いします。手前の3番の手前ですね。はい、はい、ジャーナリストの松谷です。事実認定についてなんですけれども、その加害者とされる人がすでに亡くなっていて、被害者の証言だけで、しかもまあ物証も見つからないという中で、非常に事実認定をするのはまあかなり難しいところもあると思うんですけれども、まあ林先生 の, そのまあ過去の捜査のまあ経験等も含めてですね、どのようなプロセスを経て事実認定をしていくのかということについて教えていただければと思います。最初に申し上げたように、当チームは何らかの法的責任を追及するものではありません。で、法的責任を追及するときには事実認定というのは非常に慎重に資料を収集して、十分にこれが事実があったという確証が得られなければ事実認定できないということになりますけれども、当チームはある、まあ、こういったいろんな性暴力の案件が起きたということを前提として、今後そこに対するガバナンスの対応、対応にをめぐるガバナンス上の問題点などを検証して改善策を提言するということでございますので、かたやその加害者が死亡している、そして一方では申告してきているのは被害を受けた人だけであると、そういう状況の下で他に客観的な資料もないという前提ですと、おそらく通常の法的責任を追及するというプロセスの中では事実認定ができなかったということになるかもしれませんけれども、我々はそういう手続きを行うわけでございませんので、当然その被害者以外の方々が言っておられること、これが我々の チームから見てもこれは確からしいと考えれば、事実認定をすることに全く問題はないと、こういうふうに考えています。はい、ではあと2人、ご質問で、にさせていただきたいんですけど、では3番の、はい、恐縮です。TBS の村瀬と申しますけれども、ジャニーズ事務所は特にその未成年のタレントの安全確保については責任があったと思うんですけれども、一つ具体的にはですね、週刊文春との裁判で、北川氏の性加害について事実認定のがされた判決の後もですね、この北川氏の自宅兼合宿所と呼ばれるようなところに、未成年のタレントが泊まるという慣行が続けられたという、この対応についてどのようにお考えなのか、ぜひお二人からお聞かせ願えないでしょうか。まさにそのようなこと、これまでのいろんなその長い期間での経過がございますが、そういったところでのその都度その都度のこうジャニーズ事務所としての対応、その時の幹部の在り方、こういったものが検証の対象になっていくわけでございまして、今のご質問に対してはやはり検証の結果それを明らかにしていくことになろうかと思います。今の時点でどのように考えられますかと言われても、今のそれ自体が今後の検証活動の中の一つであると、こういうふうに考えております。はい、それでは最後の質問になります。はい、はい、はい、何度か当たってる人もいらっしゃいます。皆さん、なるべく一人質問が出ればと思ってますので。はい、はい、今の先ほどの質問ですね、同じ意見でございます。まさにそのことも含めて、検討すべきだと考えております。これも過去のガバナンスがどうだったかということですね。それも検討課題だと思います。はい、ではどうぞ。はい、
アークタイムズの尾形ですが、林さんにお聞きしたいんですけれども、先ほど刑事手続きにですね、関与するつもりはないというお話ありましたけれども、すでに報道されている内容で、ジャニーズ事務所が否定もしていない内容で、我々もいろいろな方に話を聞いている段階で、まあ、数百人ぐらい被害者がいるんじゃないかというのは我々も聞いていてですね、これアメリカと比較すると、アメリカで言えばジェフリー・エプスタイン事件とかハービー・ワインスタイン事件に匹敵する社会を揺るがした事件がすでに報道で見るだけで出てきているわけで、林さんはまあ東京地検特捜部の検事でもあり、検事総長経験者でもあり、そういったですね、組織的かつ子どもに対する暴力という非常に悪質な犯罪を見過ごしてきた司法の責任者の一人だった、責任もあると思うんですけれども、それでも今回はこの再発防止チームだから、何か見つかっても法的な部分で情報提供すらしないのかですね、というのは、まあ、民法上の全館注意義務を違反してたんじゃないかというのは、我々が取材してても、まあ、藤島社長がですね、そのレッスン上に取締役の時にも来ていて見過ごしていたという話も出てますし、同時に先ほどの質問でもあった刑法上のですね、問題で時効がまだ成立してないようなものもある。でこれって日本戦後の日本社会を揺るがすぐらいの大きい犯罪だと思うんですけれども、それを司法当局が見過ごしてきた責任もあると思うんですが、それでもだからこそ林さんには特別な責任もあると思うんですけれども、それでも法的な部分がないか見つかっても何もしないんでしょうか。それは全体的な隠蔽に加担することになってしまうんじゃないでしょうか。ご指摘については受けたまりますが、私は今一弁護士として、また今度は私的な関係でこういった公的な部分ではなくて特別チームのメンバーとなり座長となっているわけでございます。ですから私がそういったことについて刑事こういった地位についたから刑事手続きに関与すべきであるというところについては、これはそういう立場にはないと私は考えております。ご指摘はおかげで承りました。はい、またご質問あると思うんですけど、このあとですね、追加のご質問ある場合は弊社の方に、言っていただければ、再発防止チームに、つながせていただきますのでよろしくお願いします。本日はどうも、ご協力ありがとうございました。これにて会見を一旦終了させていただきます。ありがとうございます。皆さんご協力が、我々の連絡先、皆様の配布資料に連絡先、電話番号、メールがございますので、追加のご質問などございましたらご連絡いただければと思います。